ラジオネーム2番星さん、メールテーマの熱くたぎるものですが、自分は料理ですね。お、季節はムシムシして暑苦しいですが、中華鍋で一心不乱にチャーハンやチャーハンを作っているとチャーハンじゃん。なんだかプロの料理人になった気分でテンション上がります。強いて言えば深刻なレパートリー不足ですかね。三日越の得意料理は何ですか？お願いします。なるほど、チャーハンいいね。チャーハンも中華鍋でガシ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 やってんの、なんかね、いいね、確かかっこいい。私の得意料理ですか？大したものじゃないですけど、あんまり熱くたぎらないですけど、ミートソースです。ミートソース、そう、ぐる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 する感じ。シャンカシャンカシャンってよりは、うーんってこう、グツ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 、うん、うん、いいじゃない。ひそかに熱くたぎるやつね、うん。チャーハンでも好きですよ。私もよく作ります、チャーハンは。やっぱね、なかなか自分でそのね、塩で味付けとか難しいから、だいたいチューブのあれ、ウィーってやりますけどね。チューブでウィーってやって、あとね、オイスターソースとか好きですね。